おはようございます。今日はですね、山もみじと、琴姫もみじの2本手入れしていこうかなと思います。まあ形はボディはね、形はあるんですけど、まだね自分の中でこれだっていう形には持っていけてなくて、ある程度古さはあるんだけれども作り方に悩んでる2本で、ナンバリングもされてないものたちなんで、これからどうしていこうかなっていうのも悩みつつなんですけど、はい、ずっと悩んでるやつら、はい、でそれでも答えが見つかってないやつら2本あるんで、そいつらの手入れ、風もね吹いたり雨も降ったりして葉っぱはすでにほとんど落ちちゃってるんですけど、軽い掃除と、できれば軽い剪定やるかなどうかな、ちょっと手入れしてみてからですね、様子見ながら考えつつやっていこうかなと思います。じゃあそんな感じで早速やっていきましょう。はい、アングル変えてこちらでお送りいたします。この2鉢ですね、見覚えのある方いらっしゃいますでしょうか。まずは琴姫もみじの方から。琴姫もみじはめちゃくちゃ石灰が詰まるで八つ房賞で有名な園芸品種ですね。お、枝折れてる、枝折れてた。はい、こんな感じでめちゃくちゃ石灰が詰まりますといったところで、まあ、琴姫もみじ自体ここまで太らせるのもちょっとねしんどいところはあるんですけれども、こいつはねもうすでに太ったボディを持ってて結構優秀なんですけど、まあ穴開いてるところもありますね。ここもカットパスタとか貼ってたと思うんですけど、放置してる間になくなってますね、すっかり。はい、ちょっとボディに傷は多めの琴姫もみじでございますと。はい、こんな感じで枝、今年ずっと放置してたんですけど、枝こんな感じで徒長して、あ、一回剪定したのかなぐらい、剪定一回したかなぐらいです。はい、でずっと放置してました。あんま変わんないですね、今年の初めと姿形はほとんど変わらない。で今年からプレステラに植え替えてみたんですけど、まだ根っこの量が足りてないって感じですかね。まだ下からね出てきてる様子もないんで、ちょっと調子悪いのかな、どうなんでしょう。枝数増えてきたら変わるかなって思ったんですけど、まあ難しいですね、こっからまだ時間かかりそうです。でこれが山もみじでございます。これはねでっかい山もみじの頭の部分を取り木で外したものでございますと。で外した部分がね、まあ盆栽始めて1年目とか2年目入ったぐらいで取り木かけたものなんで、ちょっと外す位置とかもいまいちで、足元がね正面が定まらない、こんな感じで足元だけ見てもどこを正面にしていいのか全然わかんない。で大きい傷とかもあるんで、こういう傷をね正面に持ってきたくないとかそういうことを言い始めると一生正面が決まんないような足元をしております。で上の枝がこんな感じ、端はねやばいですよ、こんな感じで、この琴姫もみじかぐらい石灰詰まりまくってるんですね。すごいですよねこの詰まり具合、わかりますかね、山もみじでこんな石灰詰まるみたいな状況になっております。はい、まあほとんど触るとこないんですけど、葉っぱこうやって落ちちゃってるんで、まあ少しね残ってる葉っぱと足元に落ちちゃってる葉っぱ、この辺を掃除していければなと思います。でこいつの樹形もねどうしたもんかなと思ってるんですよね。これもね全然決まんないです、足元の正面決まんなくて、樹形もどうしたらいいか全然分かってない。で樹高自体が今は11センチぐらいあるのかな、これそうですね11センチぐらい、本当は鉢の縁から測るんですけど、これは下手鉢なんで一応土の表面から測らせていただきます。12センチぐらいですね樹高が、だから2センチぐらい頭を飛ばせば、まあ、10センチはクリアできるんですけど、果たしてどこ飛ばすっていったところですね。はい、こんな感じの2本となっております。まずは琴姫もみじから掃除先にやらせてください。ちっちゃい葉っぱね残ってるんで、こいつちまちまと取っていきます。はい、お掃除完了しましたと、こんな感じですね。まあ見た目はそこまで変わんないか。はい、こんな感じで綺麗になりましたよと。やっぱりねこいつはねどっか大きな手を入れないことには、なんかこの姿のままずるずるといっちゃいそうな気がしますので、
がどれくらいかっていうと、まあ、頭の方はね簡単に落とせるんで樹高はがっつり下げれるんですけど、なんか樹下これが一番でかいのかな。マックスで測ると13センチぐらいありますね。まあ、ただこんな枝、まあ、切ればねすぐ頭じゃ一番高いところじゃなくなるんで、今んとこマックスは13センチぐらいあるんだけど、ボディ自体は7センチぐらいですね。7センチくらいのボディがこの辺までで7センチっていったところ、うん、全然ちっちゃくも作れるんだけど、ちょっとね足元が単調なんですよね。直感気味に上に上がってきてるんで、なんかこれをどうにかしないことにはずっとこのまんま何も決まらないでずるずるといっちゃいそうな気がしますね。どっかで大きな改作をしないと、でその大きな改作をしようにもいい案が浮かんでないといった状況だから放置してたっていうのもあるんだけど、放置しても姿が変わらなかったと。例えばこっちを残すパターン、まあ、これが有力候補かなとは思うんですけどね。こっちがっつり落としちゃってね、ドンってここ傷あるんで、この傷も一緒に落としちゃえば一個ね傷が目立たなくなる。まあ落とすことによってまた傷できるんですけどね。とかあとはもうこっち落としちゃうパターン、これだとさらにつまんなくなるんですよね。これもこれも落としちゃうとかで作り直しで作り直ししようとしても、これ分かります、この状態で細い枝2本出てても全然面白くないんですよね。この樹形が何の楽しみもない、だからどれ残してもどれ落としてもいまいちなんですよね。とりあえずこれだけ取ってみるかとかそういうことも考えるんですけど、いまいちどうしたもんかね。まあこうやって植えるとかもあるんですけどね、横にして植えてみるとか。まあそういうことも考えるんですけど、まだ少し形が、なんて言うんだろう、未来像が見えないですね。こうやって植えちゃってもいいんだけどね、なんかいまいちなんですよね。悩むところ、これも春までに決めないといけないですね。春までに決めよう、こいつは春までに決めて、まあこうかな、こうなるのかな、まあ、ちょっと植え替えして足元を覗いて、でその形を見てちょっと植え替え角度をね変えようかなと思います。で変えるタイミングでおそらくこうするはず、ちょっとどうなるか分かんないですけど、で春に植え替えてその時に挿し木しようかなと思います。琴姫もみじ挿し木つきやすいし、節間短いんで、まあどっから切ってもつくって言われてるぐらい挿し木に向いてる樹種なんで、品種なんで、春に枝落として挿し木しようかなと思います。で次こっち行きましょう。この木の手入れやっていきます。まずはお掃除から、枯葉掃除やっていきます。はい、掃除完了しました。こんな感じですね。綺麗ですよね。枝自体はねめちゃくちゃいいんですよ。すごい綺麗に枝分かれが、ほぐれが始まってて素晴らしい木なんですけど、まあただねボディの正面が見つからない、だから何て言うんだろう、僕の中のセオリーにあるような木じゃない。もうこんな樹形なんてね自分で作ろうと思っても作れないんですよね。僕自身そういう発想を持ってないので、だからこいつはねなんかセオリーから外して、もうこの形のまま最善を尽くしたらいいんじゃないかなと思ってます。で10センチ抑えることもできるんだけれども、こいつはもう手放してもいいんじゃないかなとちょっと思っております。無理にね10センチ以内で収めることを考えずに、まあ手放して次の方に作ってもらうとか、まあ若干吹き流しとかもね考えてはいるんですけどね。これねここを落とすとねだいぶ印象変わるんですよ。これをねここまで落とす、バーンと落とすと、これでちょっと吹き流しの感じわかりますかね。あっちに向かってここから風がビュービュー当たってる感じ、ビューって当たって向こうに流されてるイメージがこれだけでできるんですよ。ここを落とすだけで、で後ろの枝もなんか器用に左向いてるじゃないですか。で他の枝も左向いてて、若干右向いてるこういう枝とかねパチンと落としてあげるとか、この辺とかね落としてあげて、これも今ちょっと上向き
ちょっと右向きになっちゃってるんで、これとこれを落とすとか、こんな感じで左向きの枝だけを残して剪定かけていくと綺麗な吹き流しができるんですよね。でこの隙間から奥の裏枝が覗いて、そいつも綺麗に吹き流しになっているといったところで、かなり風情のある木になるんですよね。その風景は1個見つけたんですけど、まあその形にして、で鉢変えてあげて、で完成品としてね売りに出すっていうのはありかなと思ってます。足元もねこうやって傷あってね、でも古いんですよ、幹自体はめちゃくちゃ古くてかなりいいんですけど、まあ、ただね10センチ以内で収めようとするとちょっと形崩れちゃうとかあるんで悩ましいところ。この辺りの枝とかね、かなりこのほぐれがボディに近いところから出ててめちゃくちゃいいですよね。このほぐれをね出すのにめちゃくちゃ苦労するというか、ある程度古くなってくれないとこのほぐれって出ないんですよね。鉢閉めてあげるとかそういうことやって、ある程度古くならないとこうならないんで、この木自体はねめちゃくちゃ素晴らしい状態に今いると思っています。まあ、さっき言った吹き流しの案もあるんですけど、今はね時期的に枝の剪定は避けようかなと思います。なんで春に剪定して、年明けて2月とか3月とかに剪定かけて、でそっから植え替えも同時にやって、もしかしたら手放すかもっていう感じでやっていこうかなと思います。そこのタイミングまでにいい形が見つかったらもしかしたら置いとくかもしれないんですけど、ちょっとこれは難しいかな。はい、ってな感じで、はい、琴姫もみじと山もみじ、山もみじも植え替え確定なんで、植え替え確定目印をここに刺しときます。ブシュブシュブシュ、はい、こんな感じで、はい、こんな感じで2本の手入れが完了しましたと。琴姫もみじね、どうにかしたいな。はい、じゃあ本日の作業終了です。終わりです。本日の作業終わりです。いやー難しい、このね10センチ以内っていう制約、これはね外したくないんで、10センチ以内を守りつつ、あの形雰囲気をそのままにっていうのはちょっとね難しいですね。山もみじの方ですね、うん、ちょっとその観点からもしかしたらある程度形作って手放しちゃうかもしれないです。はい、琴姫もみじの方はねどうですかね、あれはねなんかいい案あったら教えてください。まだねすごい悩んでます、どう作っていこうか。はい、すごい悩んでる、ずっと悩んでる。だからおそらくね来年も枝だけ短くしてそのまままた放置するっていう感じになると思うんですけど、放置して肉巻きを巻きつつ、ボディ太らせつつ、あと枝太らせることによって何かしらね別の道が見えてきたらいいなと思っております。じゃあそんな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。Bye-bye.